チャオ、あっちゃんです。今日のおやつ、柏屋さんの薄皮まんじゅうをバター焼きしたいと思います。はい、用意するものは薄皮まんじゅう食べたいだけと、あとバターを、これぐらい適当。はい、では作っていきたいと思います。フライパンにバターを入れて火にかけてバター溶かします。はい、バターが溶けてきたら薄皮まんじゅうのお尻の方を置いて焼いていきます。火はね、中火でゆっくり焼いていきたいと思います。先にね、こうやって周りをこうやってバターつけた方がよかったかな。はい、や、先にね、こうやってね、横の子にバターつけといた方がよかったかもわかんないね。今ね、バターの香りが効いて美味しいかもわかんない。で、全体にバターになって、ちょっと焦げちゃった。裏返します。で、裏返したら、フライ返しかなんかでちょっとね、押さえてあげるの。これで出来上がり。はい、あんまり焼いてね、焦がしちゃうとね、苦くなるね。あとね、ちょっと、残ったバターもたっぷりつけた方が美味しいから。はい、これで出来上がり。ちょっとね、焦げちゃったな。まあでも美味しいはずです。ということで食べたいと思います。はい、食べたいと思います。学研教室はじっくり考えるからしっかり伸びるんです。うん、おいしい。無料体験学習、バターの塩味が中のあんこの甘みと、中にすごく合うの。薄皮まんじゅうのバター焼きは定番の食べ方です。はい、めちゃくちゃ美味しい。幸せ。グッバイ真剣ゼミ。どう？導く。励ます。美味しい。向き合う。君を知り、365日支え続ける。天ぷらも美味しいんだけどね、参考だけわざわざ揚げるのがめんどくさくてね、なかなかできてないんだけどね。めっちゃ美味しい。ね、ちょっとね、焼いたとこがサクッとして、中のね、あんこの甘みがすごい強調されんの。365日支え続ける。ハロー、学び革命。45年の経験が生んだ真剣ゼミプラス。はい、ということで、薄皮まんじゅうの、バター焼きで幸せ気分になったあっちゃんでした。ということで、今日の、食後のデザートはこれで終わりにしたいと思います。では、またね。バイバイ。